ニュージーランドを旅してた時のこと。5年くらい前かな、あるバックパッカーズでアメリカ人と仲良くなって一緒に夜ご飯を食べに行ったんだ。まあ食べに行ったっても観光地のレストランは高いから露店で売ってるハンバーガーを買って湖畔で砂浜に座りながら、時はイラク戦争の真っ只中。それまであんまりアメリカ人と話したことなかったんだけど、いろいろと聞いてくるの。お前はアメリカをどう思う？戦争ばっかりやってひどいって思うか？とか、原爆を落としたアメリカを恨んでないのか？とか、もっとアメリカ人って傲慢だと思ってたからこういう風に自分たちが世界からどう見られてるか気にするちょっと日本人気質が入った人もいるんだなって新たな発見だったのを思い出したよ。ま、一通り自分が思ってるアメリカ人の印象を話したらちょっと安心した。あまりひどいことは言わなかったみたいで、速攻でアニメの話になったけどな。自分はアニメとかあんま見てないからちょっと涙目だったけど、あと T シャツからチラチラ見える位置に入れ墨があって、最初は何の入れ墨かわからなかったんだけど、見せてくれって言ったら、いいか、本当にいいのか、驚くなよ、321ベジータの入れ墨。正直リアクションに困った。それを察したのか、若気の至りで恥ずかしいと言った世界の警察官にちょっと燃えた。バイト先によく来てた米国人の兄ちゃん、すんごい嬉しそうに片言の日本語で注文して通じたらさらに喜んでた。ある日お気に入りの漢字をタトゥーにしたと見せてくれた。聖教って入ってて意味はわからないけど超気に入ってると言っていた。とりあえず生きるために協力することだと教えたら感動して帰っていった。しばらく見かけないが世界のどこかで幸せになっていることを願う。